西部戦線とは、複数の戦線が存在する大規模な戦争において、西に位置する戦線の名称として用いられる。一般的には、第一次世界大戦、または第二次世界大戦において、フランス、ドイツ及び、ベネルクス三国に形成された前線を指すことが多い。第一次世界大戦終戦時の西部戦線第一次世界大戦においては、 シュリーフェンプランに基づいて、フランス北西部に攻勢をかけたドイツ軍と、それを防ぎ切ったイギリス・フランス領軍によって4年間にわたる残豪戦が展開された。数度にわたる戦闘によって、数百万にも及ぶ死傷者が発生したが、機関銃の登場などによって、防御側が圧倒的な有利にあったため戦線はほとんど変化しなかった。イギリス海峡に接するごく一部のみが、 ベルギー領であった他はすべてフランスの領土を横切っており終戦時にもドイツの国土には戦果が及ばなかった平和時ならば社会の指導者層を形成するであろう教育レベルの高い中流階級に属する青年の多くが戦場で死亡したため戦後の社会に極めて大きな影響を及ぼすことになった英仏領国の歴史に対しては第二次世界大戦以上に 大きな影響を与えたとされる。第二次世界大戦におけるドイツ軍のフランス侵攻作戦1939年に第二次世界大戦が開幕した当初は先の大戦と同様の時給戦で争われると思われた。しかし翌年5月戦車の集団運用を中心にした電撃戦によってドイツ国防軍は英仏軍の前線を突破しイギリス軍は ブリテン島に撤退しフランスは降伏した。日本の新自湾攻撃が気となってアメリカ合衆国が参戦した後にソビエト連邦のヨシフ・スターリン首相は東部戦線における負担を軽減するために西部戦線の再構築を米英首脳に求めた。これに基づいて1944年にノルマンディ上陸作戦が決行され圧倒的な物量に支えられた米両軍は フランス北部から戦線を左に旋回させ、ドイツ国境を突破した。多くの連合国軍部隊がライン川を渡った後、1945年5月にドイツは降伏した。ロシアにおいては、領事大戦における対ドイツ戦が西部戦線と呼称される場合がある。一般的にはこの戦線は東部戦線として知られている。第二次世界大戦においてはウクライナが、 最も激しい戦場となった。ソ連政府は出身兵士の士気を高めるために、この戦線の名称をウクライナ戦線、または白ロ,ロシア戦線などと変更した。この地域での戦闘については、独ソ戦を参照のこと。ありがとうございます。